日本鹿児島県鹿児島市安井町駅今町は、鹿児島県鹿児島市の町。旧鹿児島県鹿児島深井安井町、生産町。郵便番号は892-0815。人口は1171人、世帯数は688世帯。明治5年の埋め立てによって新たに生成された土地であり、1874年に安井町として設置された。 1965年より全域で住居表示を実施している。また、住居表示実施に伴う町の再編により町の全部が廃止され、安井町、小川町の一部となっている生産町についても、本校で記述する。鹿児島市の中部、城山のふもとに位置している。町域の北方には、小川町、東方には、本校新町、南方には、名山町、西方には、 山下町にそれぞれ接している。山下町との境界線上を鹿児島市電が通っており、水族館口電停が設置されている。また、東部を南北に鹿児島県道204号鹿児島停車場線が通っている。安井町という町名は、手狭となった城下町を拡張するために住宅地として埋め立てられたこの地を新地と呼び、 住みやすい新地であると言われていたことに由来する。また、駅居という町名は平凡社の日本歴史地名体系、東京堂出版の南独地名辞典に南独地名として掲載されている。現在の駅居町は1889年の市政施工時の安井町の一部。安井町と生産町の区域は明治5年に山下町。 小川町の海岸の埋め立てにより誕生した土地であり、1874年3月に安井町生産町として成立した。生産町は内務省の資料によると杉灰と読まれており、産業振興を願って付けられた町名であると推測されている。明治時代前期頃には安井町には武士が一定数住んでいたが、多数は平民が居住しており、生産町は 平民が多く居住していた町人街であった。1879年には県営織物持産場が設置され、1885年には三種公衆所が安井町に設置された。これらは鹿児島県の産業発展に一定の役割を果たした。1889年に市政が施行されたのに、伴い鹿児島城下の47町及び近在の三村より、 鹿児島市が設置され、安井町と生産町は、鹿児島市の町となった。1901年から4年間にわたり、行われた鹿児島港の拡張工事に伴い生産町及び小川町の陸地の一部が切り取られ、鹿児島港の港内水域となった。1924年には、安井町に、鹿児島製菓卸市,市場が開設された。大正時代から昭和初期にかけて、 安井町付近では、大火が多く発生した。1914年には、安井町と生産町の区域で発生し264個が消失し、1919年には、安井町の民家から出火し、商業学校や、名山神城小学校など122個を全焼し3名の死者が出た。1934年には、 安井町の三橋通り付近で42個が消失した。また、第二次世界大戦終戦後の1950年には、小川町から出火した火災が安井町まで延焼し、185世帯が全焼し720人の理災者、損害額7400万円に達したため、鹿児島市はこれらの地域に災害救助法を適用した。百五十二年には、 安井町から出火し86世帯が全焼した。安井町の区域と1965年までの町の区域を示した地図。赤の破線が現在の駅員町を示し、青色の区域が旧西山町、赤色の区域が旧安井町である。1962年に住居表示に関する法律が施行されたのに伴い、鹿児島市は鹿児島市街地域の住居表示に着手した。 1965年7月20日に、安井町、生産町を含む区域で住居表示を実施することとなり、住居表示の実施に合わせて、安井町の一部が名山町及び小川町に編入され、生産町が安井町に編入された。また生産町の内安井町に編入された区域以外は小川町に編入され、これにより生産町は廃止された。 安井町に社屋を置いていた南日本新聞は2001年2月10日に、四次郎一丁目に社屋を移転した。移転後の南日本新聞の敷地は、鹿児島市が9億5900万円で購入し、建物は無償上とされた。2004年11月より、旧南日本新聞社屋は、鹿児島市役所港を通り別館として、共用を開始した。また、鹿児島市は、同時期に、 港大通別館に隣接する鹿児島税務署跡地を財務省から9億5000万円で取得し、市役所の駐車場としている。以下の表は、国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。普段公園の外観2020年、現在駅居町には教育施設は置かれていないが、安井町にはかつて名山小学校、 鹿児島市立商業学校、鹿児島女子実業補修学校が設置されていた。1882年時点では安井町には名山小学が設置されており、1889年の市政志工時には名山尋常小学校となっていた。後に山下町に移転した。現在の鹿児島市立名山小学校の前身にあたる。詳細は 鹿児島市立名山小学校を参照鹿児島市立商業学校は商業が盛んな地であるのにもかかわらず商業学校がないことを遺憾であると鹿児島第三学区の区会が表明したことに橋を発して1894年に名山小学に併設する形で設置された。1919年の退化によって学校施設が全焼したため山下町に移転した。詳細は 鹿児島商業高等学校を参照鹿児島女子実業補修学校は1894年9月27日に女子の技芸教育を施すため設立が認可された。1911年に上野園町に移転した。後に田里町に移転し鹿児島女子高等学校となった。詳細は鹿児島女子高等学校を参照私立小中学校に通う場合、 学区は以下の通りとなる。長域の北西にある水族館、口伝提県道鹿児島市交通局1系統、2系統。ありがとうございます。